どうもダメヤンです。キャプテン翼4続きやっていきたいと思います。サンパウロ対ゴイアス。さあ、新たなメンバーネルソンが入りました。私はね、ミッドフィールダータイプの選手だと思うんですけど、センターフォワードで使いたいと思います。41歳ネルソン、41歳だけど私より年下なんだよね年取ったな。さあ翼、もうちょっと打ってみようか。ネオサイクロン、まさかのオープニングショット、どうだ。吹っ飛ばしてゴール。まあそうなるよね。珍しくネオサイクロン使ってみました。これでもう前半の翼はお役御免って感じで、ネルソンに任せましょうか。4-3-3で、3トップ左自由、右ファルコン、そして中央ネルソン。かわされる。まあね、ロベルトによるとこのチーム前年度最下位チームらしいんでね、いい練習でしょう。オープン戦石崎、ゴールキーパーバモラ、ビッグハンドキャッチね、ガッツ使うからここぞという時でパンチングでいけるんじゃない。どうだ。よし、かろうじてか。心配になるな。パスでいけるんじゃない、これ。クリアじゃなくて。あー、競り負けた。押すか。よし、パス。これカットされそうだな。トラップするか。どうだ。うわ、厳しいな。カットされそうだけど自由にパスしてみよう。どうだ。おお、ナイス、自由。さあ左サイド自由、ホックッツ、ドリブルでかわす。うそー、翼競り合い、おーっと、アンヘル反則、フリーキックです。ネルソンドリブル45、結構高いんだよね、能力がね。一回ちょっと下げようか、リベリードに下げて、ジウ、ネルソン、ファルコン、そしてリベリーの翼、テスタのね、6人で攻め込む。マークされている。しかしネルソンがフリー。ネルソンでも空中戦がなんか強いみたいなんだよね。なのでちょっとアーリークロス上げたい、センタリングまで。いや、翼がいた。翼ガッツ142、得意のドリブルでいこう。ここは翼、ネルソン活躍の前に翼、ガッツがなくなるまでは翼かわす。ゴールキーパー勝負。あ、ゴールキーパーじゃない、ドライブパスだ。ここはドライブパスでネルソン。エリア内で PK でもいいよ。ドライブパス届かない。ネルソン高いボールシュート、ヘディングシュート、あー、キーパーはでも抜きましたね、ネルソンのシュート。翼スルー、スルーでいいんじゃない。あー、ダメだ。トニーニョセレーゾがカット、切れ込んでからセンタリングだ。
ここはもう今日はネルソンだ。ネルソン、ネルソン、ネルソン押しだ。センタリング、ヘディング、弱まったけどゴールキーパー勝負、届かない、ゴール、ネルソンやるね。ストラットの代わりというか果たせそう、いける、いいね。ネルソン空中戦強そうなんだよね、なんかね。ネルソン、おー、パスカット能力もあるネルソン。ネルソンにボール持たすのはちょっとなんかもったいない気がするよね。ハルコン行け。ネルソンは空中戦で決めるとこ、センターフォワードだから。ファルコン行け。あー追いつかれた、アントニオワンツーで、翼とワンツー。なあ、今日はこぼれ球拾えるテスター、いいね。センタリング、その前にリベリーノ、ワンツー、リベリーノ突進、ネルソンとのワンツーでシュートだ、ヘディングシュート、クリアされた、こぼれ球、あーダメだ、ゲリエロ、おっとやばい、音楽がなんかまた違う感じがする。トニーニョセレーゾ対ゲレロ、オッケー、ナイスカット、自由がフリーだ、完全にサンパウロペース、いいですよ、いけ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 、エリア内に侵入、センタリング、みんなフリー、ここはネルソンでしょう。ネルソン押し。構わずシュートだ。またヘディングか。ボレーシュート。どうだ、ゴールキーパー。届かない、ネルソン最強説。早速、翼の1点を超える2点。前半だけで3対0。ゴイアス、いいウォーミングアップになりますね。ネルソンを加えての新チームの、いや、ここからちょっと肩の力をね落として、おお、ナイスカット、翼ガッツがない、もうシュートでいいんじゃない、普通のシュート、超ロングシュート、届かない。届かないってあるんだやっぱりね。了解、やりすぎました。うわ、石崎下がりすぎでしょ、オフサイドライン、翼は動かない、オスカーでは取れない、いや、これだけちょっとね、守備陣が頑張ったら、ゴールキーパーのね、ジャン、ガッツも後半に持ちますね。ゲレーロ来た、ここはもう行こうか、ビッグハンドキャッチ、前半最初のビッグハンドキャッチ、オッケー、万全だ、無失点でいけそうだ。右サイド展開、ファルコン、絶対これ味方の名前が出てる状態でパス出した方がいいんだよな、そんな感じですねこのゲームね。よし、ネルソンへのパスが通る、ネルソンの普通のボレーシュートで決まるもんね、このキーパ
ボレーシュート、あーっとカットされた。コーナーキック、どうしようか。ネルソン、ガッツ300シュート。あ、なにこれ、エンベロープシュートってある。370ガッツない。パスでいいでしょ、もう前半終了でいいでしょ。ファルコンしっかりキープ、しっかりキープ。オスカーボールキープ、オッケー。さあここでちょっとネルソンの能力ね、皆さんにお見せしていきましょうか。レベル、これ見づらいんだよね。背景を白にして、真っ黒にしてほしい。ネルソンレベル、翼が10でネルソンレベル8。こちら必殺技エンベロープシュート、ドリブル、頭脳的なドリブルができるみたいですね。あとね、この高い球低い球っていうのがなんかこれバグなのかよくわかんねえんだけど、ネルソン11、翼3、ジウ2、ファルコン4、3、オスカー高い球5、それ以外は0なんだよね。よくわかんない。だから競り合いに絶対負けるっていうことなのかな。高い球低い球0っていうことはそういうことだよね。だからネルソン、ファルコン、翼、ジウ、オスカー以外は競り合わない方がいいね。ガッツの無駄じゃん。そういえばなんかことごとく競り合い負けてた気がするよね。ゲームバランス悪すぎだでしょ。まあまあそういうもんとして、ネルソンは競り合いに強いという感じですかね。おっと翼ガッツ、あ、156しか回復してない。これもバランス。だからネオサイクロン打ちたくないんだよね。まあな、今日の試合は別として、通常はもうネオサイクロンはね封印したいと思います。あと何もできなくなるからね。このゲームでは普通にヒールリフトとかに小出しに使った方が。おっとカットされた。いいよね、後半から雨降ってきました。翼フォローするのはいいけど、ガッツが、ここはもうネルソンにドライブパスだな。ここまで来てドライブパス引きつけておいて、ネルソン吹っ飛んだ、ドライブパスだ。いいね、もう後半はもう時間を使う戦い、ドライブパス。これトラップとかできるんじゃない、強いから。競り合いに、ほらネルソン圧倒的。これキーパーにドリブルしようぜ、行こう、ドリブル、頭脳的なドリブル、甘い、これを見ろ。おーい、ネルソン、これ翼より活躍できるかも、ネルソン。あ、カットされた。やるな、コーナーキック、どうしようかな。テスタに蹴らせて、ネルソンですよね。空中戦はネルソン。そんなにガッツも使わないしね、ボレーシュートヘディングだったら。どうだ、うそー、ネルソンまで届かない。カウンター気をつけて。まあ 2回ぐらいならシュート打たれてもね必殺キャッチできるけど、石崎今日目立ってない。あー、石崎届かなかったか。
ここはビッグハンドキャッチ。いやー、パンチングだな。エリア外から、外だから。嘘そうなのか、グラール君に決められるのか。ビッグハンドキャッチだったか。その辺の影、負けました。まあでもまた2点差あるからね。どんまいどんまい。もう1点取りに行こう。空いてる。リベリーノ。ポセッションに隙があるぜ。空いてるぜ。リベリーノ自分でいけるぜ。これ後ろ下がって、そして引きつけてから自由にパス。自由はダイレクトじゃなく切り込んで、ネルソンだよね。空中戦はネルソン。セタリング。あー、いける。低いボール来るか。ガーティス来た。嘘。シュート。キーパー飛び出してきた。ネルソンヘディングできたよ。取れない。強いネルソン。もうどのチームにも負ける気がしないぜ。ネルソンハットトリックです。いや、こんな選手いたんだね。もうストラットのことを忘れそうになってるいや、これでストラット戻ってきたら最高なんだけどな。中盤に守備もできるストラットね。もう空中戦センターフォワードはネルソンで決まりだね。ディフェンスディフェンス。あ、翼くんガッツある。176。よし、もう守備に使おう。オッケー。ボールカットしたらもう1点守るようなもんですからね、このゲーム。テスタに名付けよう。ボールを運ぶのは中盤の役割。テスタ。さあ、敵が寄ってきたらワンツー。翼くん。そしてジウ・ファルコンがネルソンにセンターリングっていうパターンでね。いや、ここはテスター自分で行く。ワンツーだ。深く切れ込む。かわす。やるね、テスターも。あら、まそうでもなかった。誰だ、ジュニエル。競り合いだね。でも競り合い勝てないもんね。あ、取った。どうした、ジュニエル。あまり呼ぶことのないジュニエル。あれ、これ翼。あ、どうしようか。リベリーの、うーん、競り合いでは無理だよね。でもちょっとパスコースがないな。翼にしようか。ジュニエール珍しい。あー、オスカーナイス。もうこれ打ってもいいんじゃない、オスカオスカドリブルでまさかの突破。わー、ウェイ君が来た。翼、お、シュート。ヘディングシュート。どうだ。ナイスゴール。さすが主人公、2得点目。
いやちょっとネオサイクロン打ったからちょっとね調子が落ちてなんか変なガッツの使い方してフラフラですけど、翼できればオーバーヘッドぐらいのガッツでね得点を取れたよね。でもオーバーヘッドドライブシュートって結構外れるよね今回。だからもう微妙ですね。翼ガッツ38、何もできな、何もできません。あとはもう時間を使っていこう、ゆっくりね。みんなのこの経験を積ませたいよね、レベルを上げたいよね。どうやったらレベル上がるかよくわかんないけど、 いろんなことすれば上がるんじゃない、知らんけど。石崎顔面ブロックしろ。なあ惜しい、弱まった。いやでもこれ確実にいっとこうか、もう時間ないしね。ビッグハンドキャッチ、オッケー。しかもこれキャッチしたらマイボールになるっていうのが大きいよね。ファルコン右ウイング、一人で行け、一人で行け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 。全然誰も追いつかない、ファルコン独走。ちょっとかわして自由に展開、素晴らしいドリブルでしたファルコン。そして左サイドはこの人自由、サイドに振ってからのロスタイム、ナイスキープだ自由。後ろに下げる、完璧なゲームコントロールホイッスル、圧倒的勝利。まあオープン戦ですから。なるほど、技術的には何の問題もない。だがどうした、何がどうなんだ。レベルアップです。バモラ、セレーゾ、ジュニエル、リベリーノ、ファルコン、ネルソン、ネルソンレベル上がったのは大きいね。次回もお楽しみに。さよなら。